はい、皆さんこんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、 UCAV 空中爆発というですね、非常にねゲスの極みであるね、戦術をね紹介していきたいと思います。でもね、 UCAV 空中爆発を取るにはですね、チャイナライジングでですね、まあ5、6時間爆撃機乗りましたね、僕は。はい、爆撃リボン3本手に入れるのにですね、むっちゃ苦労してですね、最後には結局巡航ミサイルも出るっていうね。巡航ミサイル強力ですね、確かに。巡航ミサイルがあるのとないのでだいぶ違いますね、爆撃機の使いやすさは。あと爆撃機はね、座標を設定してからね、まあだいぶ爆撃されるまで時間がかかりますね。だから、ここらとかね、もう最後設定して、ってなって、早く行けよと思ってる時に、あいつが下がったのかなんかで、よくわかんないけど、これダメージが入ってキルするというわけですね。まあでもね、本当に一試合ずっとね、爆撃機にずっとね、こうやって爆撃機のポイントで出待ちしてもですね、まあ結局ね、一試合中にね、一本もリボン取れないとかね、そういうこともありますね。あと歩兵戦が多いステージではね、意味ないですね、爆撃機ね。まあ基本的に歩兵がやれるほどそんなにね、爆発関係が広くないんでね、そういうことになっています。じゃあ、ではね、実際にね、空中爆発でね、試合を終えた時のね、まあ、スコアボードを見てもらいたいかなと思います。まあ、この試合負けたんですけどね、僕は48キル2レースでね、まあ、5位になりましたね。まあ、ハイバリューターゲットに指定されまくりました。だいたい1試合で50キルぐらいできるんでね、うまくいけば。実際従軍戦車もすぐ取れるということですね。ではね、使用中の動画がこちらです。よし、いけ。いるのか？いるのか？いるだろう、いっぱいいるだろう。いるのか？おー、5人ぐらいいる、5人ぐらいいる。よし。来たでしょ、今の。おい、4人切る。5人切る。どっちだ、わかんねえ。もう何でもいいや。やーい、来た、今の。よいしょ、まだいるべ。いるだろう。いるのか？いるのか？ちょっと右に逃げた。あー、外した。おーい、あー、なんか振り投げたし。なんなんだ。C、まだいるでしょ。いるのか？ん？いた、右にいる。おーし、よし、来た、1キルか。あ、1キルか。よいしょ。もしいるかな？いねえか？いるっしょ、1人ぐらい。いねえし、あー、なんか警告出された。まあいいや。ない、救援物資がない。救援物資。戦況はどうなってんだ？あ、何キルしたんだろう。24キル3です。よいしょ、OK、OK。どこだ？どこにいる敵は？エコー側か。エコー側ね。エコー。はーい、よいしょ。エコー側でしょ？オッケー。いけ。届くのか？届くでしょ、これ、エコー。ちょっと届くでしょ、これ。いるぞ！よいしょ！あー、逃げる。オッケー。いやー、これやばいな。エコーね。エコーいるのか、まだ。いるのか？いったー！ 3 人、4人、5人、はーい！あ、1キルかよ。1キル？まあいいや。よいしょ。なんか電車走ってる。いるのか？いるね、なんかいるね、いっぱいいるね。いるね、ハイバリターゲットー！おいー！ハイバリターゲット解除した。救援物資ない。救援物資、早く。なんか降りてこーいって。おーし、OK。よいしょ、いるか？チャーリーだな。チャーリー側だな。チャーリーがいるべ。いるか？いなくね？いねえし、いや、なんなんだよ。まあ、というわけでね、まあ、要するにあれですね、司令官と組んでですね、補給物資をね、使って、キット交換をすることによってね、UCV をね、ほとんどね、連射してるのと一緒ですね、こうやって。まあ、そうやってね、これ UCV 撃ってるわけなんですけど、UCV はですね、まあ、60秒ぐらい飛びるんで、だいたい2拠点分ぐらい飛びますね。まあ、いろんな場所で撃ってもね、だいたいどっかどこまで飛ぶかっていうのがね、距離感がわかるんですけど、まあ、ほとんどね、こうやって本陣から出ることなく攻撃できるね、マップも多々あるんでね、まあ、こうやって特にルンピニガーデンとかね、まあ、プロパガンダとかだとね、ほとんど本陣から出ることなく、UCAV で攻撃できる。チャーリーとかね、こういう激戦区の拠点に向けて撃てるのが一番いいですね。まあ、かなり、特に、ドラゴンティースで入ってマップはね、ここまで届くんで、非常にね、遠距離まで行ってます。自然にですね、このね、UCAV バンバン飛ばすんですけど、途中からですね、もうキルログが表示されなくなりますね、なぜか。まあ、絶対殺してるしね、スコアボード的には数字も入ってるんですけど、全然表示されなくなります。まあ、マルチキルってただ出るようになりますよね、こうやって。まあ、こんな感じですね。
まあ、ハイバリアターゲットにね、指定されて非常にこれ大変でしたよ。でも正直ここハイバリアターゲットにしてもですね、これ SUAV とかね、USAV じゃなくて攻撃できないっていうね。まあ、そんな感じですね。まあ、USAV もね、飛ばすのはね、それなりに練習必要ですけど、まあそんなにね、まあ難しくないんでね、こうやって飛ばすことはできますね。まあ、でも正直これはですね、コンクエストとかでやられるとですね、まあ、特にね、もしね、もしですけど、UCAV 分隊とかができたらですね、大変なことになりますね、非常に。ひたすらここに補給物資を落としてもらって、まあ、みんなでね、UCAV 撃つと。UCAV 特にね、何が凶悪かっていうとですね、まあ、今回は歩兵しかやってないんですけど、UCAV はね、まあ、ミサイルとしての威力もかなりありますんで、戦車とかね、装甲車両もね、必ずね、破壊できると。やばいですね、非常に。まあ、それから、起伏が多いっていうかね、建造物が多いステージ。ドーンブレイカーとか、あとは、あれですね。サンクンドラゴンとか。サンクンドラゴンとかあんまり使いやすくないんでね。もちろん、パールマーケットがやばいですね。全然意味がない。ああやって起伏のね、多いステージ。著しく建造物が多いステージとかはダメですね。オペレーションロッカーとかもね、あんまりやりやすくはないかなと思います。オペレーションロッカーと、敵がね、外に行ってくれないと意味ないんでね。まあ、でもかなりね、これを応用すればね、いろんなね、場所でね、楽にね、敵を殺傷することができる。というわけですね。まあ、UCAV のね、せっかくね、今回、多分、これから UCAV 紹介することは多分もうないと思うんで、UCAV についてね、説明していきたいと思います。UCAV のね、怪獣条件は、エアシューペオリティリボンを一つと。エアシューペオリティってあれですね、なんか、DLC のチャイナライジングで入った、戦闘機だけで戦うやつですね。まあ、大体ね、戦闘機すごい強い人がいてですね、まあ、自分だけで勝利に導くってのはちょっと難しいかもしれませんけど、まあ、何回かやればね、まあ、運よく勝てることもきっとあると思うんでね、まあ、これはそんなに苦労もないと思います。リスク付きリボンはね、3回獲得っていうのがありますね。あともう一つ、もう一つの条件として。ジェット機リボンをね、取るときに、エアシューペオリティで取るのはね、あんまおすすめしないですね。ほとんどね、エアシューペオリティはね、正直あれですからね、戦ってるっていうよりもね、なんかぶつかって死んだりとかですね、なんかみんなキルレが平均が 0.8 ぐらいになってますからね、よっぽど上手い人がね、一気に殺しまくってるっていうね、感じで、まあほとんどね、新しく行ってもね、勝てる見込みはないんでね、あんまりおすすめじゃないですね。どちらかというとですね、コンクエストで攻撃機に乗った方がいいですね。レーザー誘導ミサイルでね、戦闘攻撃艇とかバギーとか、あと船、ちょっとした船ですね、ゾディアックとかを攻撃して、稼ぐ。まあ5キルなんでね、まあそんなに難しくはないかなと思います。で、ジェットキーボン3回獲得ですね。で、そして UCAV が出るんですけど、UCAV が出てからですね、まだまだ道のりはあってですね、起爆剤っていうね、この空中爆発をね、手に入れるのに必要な任務が、マルチキルを獲得と UCAV で20キルと爆撃リボン3回ですね。まあ、UCAV で20キルもね、まあ、空中爆発しなくてもね、そこまで弱いっていうよりも一方的に攻撃できるんで、まあなんとかやれると思うんですけど、まあ、特にやっぱり爆撃リボン3回ですね。これは非常に苦労ありますね、本当に。まあ、爆撃リボン3回ね、取るのは、まあ普通にやったら5、6時間かかりますね、やっぱり。はい。まあだいぶかかりました、僕も。そんな感じですね、UCAV は。UCAV ね、これやられたらですね、UCAV でしかね、返せないんでね、非常に強力ですね、本当に。無限に撃てるってね、やばいですね。多分これね、まあ次の次ぐらいのね、パッチでね、修正されるかもしれませんけどね。まあ今のところできるんでね。まあぜひね、皆さんこれをね、やってみたいと思った方はですね、司令官と組んでですね、やってみてはいかがですかというですね、やばい紹介でした。やばいですね、これ。隠れても殺しますからね。もう死にましたよ、普通に考えて。爆発のタイミングから考えてね。いやー、補給物資もね、補給物資は、ついでに司令官の補給物資っていうのはね、アップグレードと溜まってね、消費するもんなんでね、補給物資を落としてもらうときは、クイック出撃とかできないですね。車両とかですか。まあ、そんな感じです。まあ、司令官は、まあ、あとは、そんなにね、司令官として言うことはそんなにないって感じですかね。まあ、UCAV ね、飛ばす練習がしたかったらね、射撃演習場でいくらでも飛ばせますんでね、射撃演習場だと補給物資のね、あるんですけど、あれのちょっと違いますね。補給物資一回工兵とかに変えなきゃいけないですね、他の子、やつに。まあ、でもあれですからね、こっちのやつはね、いきなりね、援護兵から援護兵にチェンジでね、大丈夫なんでね。まあ、ぜひ、まあ、試してみてはいかがですかという。やばい紹介でした。ね、この動画ね、気に入っていただけたらね、まあ、気に入っていただけない方もね、たくさんいると思いますけど、気に入っていただけたら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ではね、次の動画でお会いしましょう。以上、中野人ゲーミング、中野人 A でした。